はい、続いてまた悪口が続きます。因願って何でしょう。人間、人間です、人間です。はい、これ分かりますかね。スレギ、スレギ、スレギ、うん、人間がスレてる。それ日本語ですね。いや、スレギね、皆さん、じゃあなんかあの、じゃあコンビニ行って弁当買ってきて、じゃあ食べたら何が残ります。全部食べたら殻、殻、殻がそれ何ですか、日本語では。殻っぽ、殻っぽって一般的に日本は何て言いますか。ゴミですよ、いわゆるゴミですよ、ゴミですよ。だから人間のゴミ、ゴミ、そういうことですよ、人間のクズっていう意味。人間のクズ。でこれも韓国でも人間クズって意味で人間のゴミって言い方しますね。これもよくできますよ、ドラマに、あいつは人間のクズだっていうね、悪口言うときに、やっぱこういう悪口の話すると皆さん乗りますね。乗ってきますね。じゃあ同じく、じゃあ因願말종、これ漢字でこう書くんですよ。種になってない、あ、実ですね、実。あ、まるた末、月末とか年末の末、ね、できてない人間が、うん、まあ、そういうことですよ、同じ意味ですよ、同じ意味で人間のクズっていう意味で人間マイチョンっていう言い方するんです。これ面白いですね、これもよく使いますよ、これ。本当にあの人はね、人間クズだなっていうひどい言い方ですね、うん、で、これ漢字はこう書くと面白いですね。